はい今日はですね、京阪電車、沖石、脱線地区について解説でします、えー。これはですね、えー、今ね、あの回転寿司屋でね、あのいろんないたずらして、今、詐欺になってんじゃないですか。あの本人はちょっとね、いたずらという認識なんでしょうけども。 まあ実際的に社会に与える影響は大きく、まあ、店に与える損害も大きく、まあ、いくら損害賠償を取られるか分かりませんよ、みたいな、えー、感じでですね、今ちょっと話し合われて、まあ、今だからもう回転寿司屋も許さねえってなってるわけですよ。ね、あのどんなに謝っても許さねえってことになってて、もう回転寿司屋もあの業界がもう強,気強気になってるんですよ。ほんのちょっとのいたずらよ。だから本人は本当のちょっとのいたずらのつもりで、 まあ、動画撮って、まあ上げてまあ本人からしてみれば面白がってもらえれば満足みたいな形で撮ったん撮って出したんだろうけど実際にはもう大損害を与えてるわけですよ店やと業界団体に。ねで今 今回のスシローの件に関してはもう全飲食業界がもう完全にあのもう巻き添え食ってる感じなんです。回転寿司業界のみならず。つまりあの、お客さんの手座るテーブルに、まあ、醤油とかラーメン屋とかあるでしょラーメン屋とか定食屋とかもテーブルの上にご自由にどうぞみたいな形で醤油差しとソース差しと、まあ、酢ですかあれ置いてるじゃないですか。 うんもうまあ、だってもうちょっと洋風なところだとタバスコ置いてあったりするんですけどあれ誰か知らないよねペロペロ舐められてたとしたらどうしますみたいな話になってきてるわけでしょましてあの今もうそうだけどあのテーブルのところに箸がいっぱい置いてあるじゃないですかあ,あれ誰も見てない前にねあの箸のとこペロペロ舐められてたらどうしますみたいなさ割り箸ペロペロ舐められてたらどうしますみたいな話になってるわけでしょねっ あのまあずまあ、立ち食いそば屋もそうですけど、まあ、立ち食いそば屋もあの今、箸置いてありますから、あそこにですね、もう、ペロッあ,あそこも一回、ペロペロした箸を一回戻してってやったやつがいたらどうしましょうとかな、でもそこまで疑わざるを得ないような状況になってきてるわけなんですよ、今、だからあ,れあいつのがやったことっていうのは、本人はとあの軽い友達だと、いざざざらだと思ってんだけど、もう今、そんな感じなんですよ、もう。 もうだもう飲食屋がどんなに頑張っても信用、あのうちは清潔にやってますって言ってももう信用されないんですよ。うん。ね。というか,ああいう,かあ,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 ああいうなんかあの、あの、なんかあの、ドッキンが来そうな店って、特にそうですよ。だから、ああいう店って。まあ、高級フレンチだったらまあ大丈夫だと思うんだけど、ああいうやつってとか、ああいう育ちの悪そうな、親のなんか年収も低そうなやつは大体ああいうとこ行かないからいいんだけど、 そのま高級のそば屋とか銀座の寿司屋とかそういうとこは絶対、それはまあないんだけども本当に庶民的なところよだからあの本当にあのそこら辺のラーメン屋とかねちょっときつい厳しい状態になってます。で、このほんのちょっとのいたずらが大事件になったっていうまあまあ大体代表格の事件はこれなんですねえと事件が起き1980年2月20日に発生してます、20時59分にですね えー、京阪の枚方市から御殿山間の線路に枚方市立第一中の少年5人がですね、うん、いたずら目的で線路の上にコンクリート製の蓋を置いたんですね。 置いたところですね、淀川橋発三条行きの急行がそこをたまたま通過しまして、え通過する際に戦、ね、闘車両が脱線で、戦闘車両、戦闘の3両目もが脱線、3両までが脱線するんです、7両編成のうちのあ頭の3両が脱線、うち戦闘車両が近隣の民家に突っ込むという事件、大事故が起きるわけです。で、え怪我人はなかったんですけども、けが、死亡死者はいなかったんですが、 あのー、多数の怪が人が出たということで。で、計算は、 えー、少年5人と保護者に一律840万円の損害賠償を請求しまして、まあ、4人はしぶしぶ飲んだとで、たった1人は、俺はうちの子は見張りをやってただけなんだから、実際線路にも,線路にも入ってないし、コンクリートも置いてないんだから、うちの子は関係ねえって言って、も渋ったんですよ。でだ大阪地裁は まあ、こ,の人こいつの、まあ、親の訴え、うんまあ、を認めて、えー、賠償責任なしってなったんですけど、軽犯側が、うんうん、こうとしまして、えー、大阪高裁が一点この男子生徒も見張りだろうがなんだろうが、えー、5人共同でやったんだから責任取れということで、840万円の支払いを命じるわけです。 で最高裁までって棄却されちゃったんで、確定しちゃったんでね、で5人に一律840万円払って、えー、手打ちになったって、示、ま、談、あ、時代になったっていうことなんですけど、で結局、1件間は4200万ほどお賠償責任、賠償額というと取ることができたんですが、実際には4億円ぐらい、損害が4億円ぐらいなんですね、大体、まあだいたいまあ、これ、この子供たちが取ったのは、大体10分の1ぐらいであったと。 いうことで、ございますで840万って安すぎでかっていうまあ指摘もあるんですが、えー、時代は,は1980年ですから、今から40年ぐらい前の、40年も、もっとも45、五6年ぐらい前の話ですから、これでて、1980年ですから、昭和55年です。物価が今と違います。<laughs> 次回の物価が今と違いまして、 だいたいラーメンが1杯300円ぐらいの時代の時代の,あの物価ですからで高校大卒初任給が10万やっと超えたぐらいの時代の話です。で、今で換算すると多分もう今,多分もう今で換算すれば多分1000万絶対超えてたはずです。当時の,の840万を今の当時の840万を今の価値に直せば大体1000万ぐらいを超えてたと思います。間違いなく。 今の,今のレベルで上げればね、今の、今の、1980年で840万は今の、でいくと1000万ちょっと。もしくは1200万か1400万ぐらいじゃないかなと、ぐらい、そんぐらいの、だから一般の、この、大体こういうバカを、バカを育て上げる家って大体金ないから、<laughs> まあ、うちの庶民ですよ、だいたい普通。一旦庶民で、 ガキの始末で家に一千今で、今で価値できた1200、千二百万とか1400万ぐらいの損害賠償来るって、結構な額ですよ。えー、それ一括で払えてくるんですか、しかそれ。分割を認めて一括で払えて裁,て裁判所から来るんですよ。払えなかったら差し押さえロぞっていう、そこまで来るんですよ。多分家屋敷、だから多分ね、これ噂,だ噂によって、本当これでね、家屋敷売ったやつとかい,るい,いたわけですよ。 これを,これを、あのー、払うために住んでる家を売却して土地も売却して、あのー、全財産売り売ったっていうのが話も聞くんですよだからそれぐらいの金額ですええでこいつらそれだけのことをやっちゃったんです、ね、え何、ー、どういうものを置いたかっていうとコンクリート製の蓋ってこんな感じだから私なんかまあ目測で多分見たんですけど あの,どあのね、線路の隣にね、ケーブルが、まあ、ケーブルっていうか、通信ケーブルみたいなのあるんですよ。それ駅と駅の間にう、駅と駅と連絡するところで通信ケーブルとか、あの信号を操作するところで信号ケーブルみたいなの,ある,あ,のあ,るあるわけねあれ、<coughs> あれの、あれを、ケーブルを書くと、蓋があるわけ。 あれを置いちゃったの、ね、よ、まあまあ。背のバ所に言ったらよく見ていけるか。あ,あ,れ,あこれだっての分かるけあ,あるから。コンクリート製の蓋が。でだいたいね、ななまあ寸法がだいたいね、コンクリート製で、厚さがだいたい3センチぐらいです。で幅が約10センチぐらいかなということで、で,で長さがだいたい50センチぐらいのコンクリート製の蓋で、重さ結構あります。多分、あ重さはね、たぶんキロ。10キロ 5キロか1 0キロぐらいだから重さが,で小が。小石を置くよとかと、そういう置き石とかそういうレベルの問題じゃなくても、本当に、ね、置き障害物です、これ完全に。で、これに車輪を乗っけてです、ねこ、こういうふうに置いたのか、こういうふうに置いたのか分かんないんですけど、こういうふうに置いたんでしょう、そらく、うん。で、それの上に車輪が乗っかっちゃったんで、高速、あの、だから、あの、計算って割とね、 あ京阪トロイっていうイメージがあるんですけど、急行電車ですから結構なスペード出てたはずなんですよ。もう100キロ弱ぐらいのスペード出てて、そこで,そこであの高速で乗り上げるもんですから、まあ、完全に脱線するわな、そりゃな。<laughs> <laughs> で、そんな感じでありましてですね。えー、で、まあ これだから京阪電車の損害賠償が1日840万円来たっていうことなんですが、あの京,阪がつ京阪から突っ込まれた民家からもおそらく損害賠償請求で来てたと思うんですよ。責任が多分認めちゃったから。うん、あと、怪我した乗客のい治療費多分これ、たぶんこれ乗ってないんだけど、これあのまあ、事件の詳細としては、京阪電車から 京阪,京阪電車から百四十万円、一人840万円の損害賠償で、時代になりましたって書いてるんだけど、あの多分このほかに、民家つ、突っ込まれた民家の家主からも絶対損害賠償来てるはずなんですよ。家直せ、家を補修しろっていう、補修費用と <coughs> 乗っかってないんだけど、そのね。 うんと補修費用を払えっていう、まあ、こんだけかかったからお前、お前ら5人で折半して払え、あ割り勘で払えっていうのと、あと、怪我人、まあ、この、うん、は、まあ、多分、別行に来てるはずです、これ、にうに。<laughs> で、怪我人の治療費は多分、一旦たん、刑が全部負担して、それを、この840万のところにあの入れて、請求してるはずだから、 うん、この他に多分この5人に課せられたのはそのに突っ込まれた民家の補修費ですね。補修費用を払えと。ああ、多分ね、それ多分わかんない。これも、ね、もこれ,これ,これ民家の補修費用も一旦全部京阪電車が建て替えて840万円の乗っ入れてるかもしれ,ませんしれないんですが。う まあそんな、わかんない。ですけど多分多分でも結構ね、一般庶民のね、今で換算すると、1200万か1300万円の請求が一括で来るっていうのは、かなりきついです、やっぱり。うん。あの、1000万、まあこいつの中房の親の年収がどれくらいだったか知りませんが、 まあ年収の2年か3年分ぐらいを一括で払えてきてるわけですから、貯金を与えたってかき集めてもそんな金、多分なかったと思いますから、当時、まあ、かなりきつかったんだけど、親族、老党全部はかき集めて借金してですね、<laughs> だって一括で払えていくんだから、だってこれ。 分割認めませんって言われてんだからだって払えなかったら差し押さえるよっていう話だからどのみち家はなくなるんだからそれぐらいの不幸になるのではあま当たり前の話なんですよだからあのー、ちょっとしたいたずらじゃ済まないよっていうのはやっぱりこういうことがあったよっていうことをねうん うーん本人はちょっとしたい、だから今ね、今の子供ってなんか想像力がないのね、多分おそらくね。想像力がないのよ、多分本読まないから、多分それ多分と思うんだけど、まあちっちゃい頃からゲームとかやって、やってるから今の子供って。もうちっちゃいうちからゲームやって、ちっちゃいうちからあのスマホいじっくり回してるような世代ですから、<laughs> えー、まあ本読んだりとかし,してませんよ。うんで 想像力っていうのがもうないのかなとうん。要するにこれをやったらどうなるかとか、これをやったらもしかすると大事件になるかもなとか、これをやったら迷惑かかるなって、でこれをやったって別に誰も面白がらないぞと、批判来るだけだぞと、炎上するだけだぞと、で、学校特定されてれえらいことになるよっていうのが、まず想像が多分つかできないんだろうなと。 今の子供って。で、それよりも面白さを、面白さって、いかにそのバズって登録者数を伸ばして、広告収入を上げるかしか考えてないんだろうなっていう、まあ、そういうなんかあの考えもあるんですよ。だから、うん、学校で教えるべきだね、これは。こんなことも学校で教えないといけないのかって話なんだけど、でも,でも大体のねお、お子様はね、頭がいいから、 大体この辺の想像はつくんです一部のバカがね想像力がつかないだけなんだなと思いますけどねまあそんな感じでございますき、はい、今日は京阪電車い石脱線事故について解説してみましたが。 うん、皆さんもですね、こんないざざらのつもりでしたっていうのはもうすまないことがあるっていうことはですね、えー、肝に銘じていただきたい。というと、あと、まあ、こういうことをやったら面白いだろうなっていう先に、いや、もしかして炎上するかもしれねえなとかですね、えー、まず、一歩引きましょうよね、とりあえずね。冷静に考かえかたら、やばくねと思ったらやめたほうがいいよ。<laughs> なんか、こういうのやってたまになんかやってる動画で、こんなのやったらやばくねあげたらやばくねえかやばく、やばいよやばいよって言ってるんだけど、やばいよと思ったらあげるなっていう話ですね。えー、とどめたけって話なんですけど、うんね俺たち、俺、こういう面白いことできるぜっていう、うん、のは、これ誰が真似したんだかわかんない。これテレビの影響じゃ、まずは、まね、っきり言うけど、テレビとか漫画の影響じゃねえからね、これういうことね。 皆さん勘違いしないこれ、テレビとか、テレビの影響とか、漫画の影響じゃないですからね、これはね。本人たちが勝手に考えて、本人たちが勝手にやってることですから、これは。うん、で、これに関かして、そういう漫画があるから、子どもたちが真似するんだって、その批判は、見当違いだということは、皆さん、おおね、違いますから、これは。はい、そういうことでございます。以上です。はい